はい、ではこの肩の部分を縫い合わせていきたいと思います。肩の部分縫い合わせていくんですけれども、まずこの端っこからこのハートの部分までを縫い合わせて、でここは首は首の空きになるので縫いません。そしてここもこっちのハートの部分ね、一個大きく長くした部分があるじゃないですか。後ろ身頃を長くした部分、ボタン付け部分を作ったところもここ縫い合わせません。なのでここの部分ですね、この端っこから一つのハート、そしてこちらの肩の端っこ、ここだけを縫い合わせていきます。まずはこちらの肩から、私はどっからつけていてもこっちからつけていてもそれもご自由にしていただいたらいいんですけれども、もうこれは普通のお裁縫になってくるので皆さんのお好きなようにやってください。私はお裁縫が苦手なので一応数箇所にマークつけてずれないように、位置をずれないようにしてあります。もうこれ普通に裁縫で好きなやり方で、肩は位置を間違えないように、位置のをずれないようにだけして縫い合わせてください。はい、肩の方をね、こちらこういう感じで首、この真ん中の首の部分とこのボタン付けの部分だけ開けた置いたままにして、でこの肩、こっちの肩と両肩こういう感じでくっつけました。こんな風になっています。上側はこういう感じになってます。ちょっと糸端処理してませんがこんな感じになっています。はい、でこの肩がつけ終わったら次はこの横をつけていきます。横をねこうつけていきます。このつける位置はこのゲームをしたこの端っこのここはつけませんね。ここは開けっぱな、開けいけれるようにします。まず今こんな風に、肩がついていない状態になります。脇が開いたままの状態になります。それで、この腕に関してはもうご自分の腕ですとかお子様の腕に合わせてあげて当てて決めてください。私はちょうどね50目ぐらいで作ろうと思います。今ここにね、実際に着る姪っ子がいないので、まあ、大体これぐらいの大きさかなっていう感じで、作っています。で腕の割り方、編み方も一応言っておきますけども、まず、鎖を50目作って中長編みの筋編み、まあ、うね編みで編んでいくという形でやっています。もうこれは今までの工程と一緒なので説明は省かせていただきます。もう何段にするか、もう腕に合わせてね、体のに合わせて決めてください。私はとりあえず15段作っています。50目の15段で作っていますが、もうここはそれぞれの体に合わせてください。腕の部分が編めましたら、ここにこうこんな風に折ってここにくっつける形になります。もうこれはどこから縫っていっても全然もう問題ないと思うんですけども、50目ということはこのトップの部分ね、肩のトップのところから25目のところまでということになります。だからそこだけ、数えて、でマークでもつけておいてください。そしてこう編んで、縫い付けていくという形になります。まあ、どんなやり方でやっていただいてもいいんですけれども、まあ私はちょうど分かりやすいようにこの25目と25目のところに印をつけて、でここの部分からこういう形で縫っていきます。そしてもうここから下に降りていくという形でやっていきたいと思います。もうこのやり方はお好きな方法でやってください。これはお裁縫になってくるんで、各自好きな方法でやってください。で、この最初の一番一目目ですね。この印つけたところが25目のとこになるので、ここに通してこう縫い合わせていくという形です。もうここの部分の縫い合わせ方に関しましては、もう本当にお好きな形で縫い合わせていてください。私はもうねこういう時は必ず内外ってやっていきます。もうこれはずっとお見せしてもね、お裁縫になってくれて、この辺はお好きなやり方でやってください。1,2,3 目と、もうこれは目が分かりやすいと思います。1目ずつ針を通していけばいいと思ってください。これで最後までこの下まで編めたらまたお会いしましょう。はい、これ最後までね、ここのとこまで来たらこのマーカーを外します。でマーカーは何でもいいと思います。そしてこんな風にこう肩の部分が全部つきましたら、次はですねこのまま、私の場合ですね、まあ、どこから縫ってくれても結果は一緒だと思うんですが、
このままここまで編めましたら、この脇の下をね、ここを合わせて、ここ、この脇の下、この、 脇の下のところですね、この脇の下のところを縫い合わせていきます。このやり方も同じ感じで、内外内外という形で、こうですね、内側から外側に向かって編む形で、縫う形で縫っていきます。もう今までと同じ感じで、こう先にここを縫い合わせていきます。はい、こんな感じで脇のところ、脇の下ですね、縫い合わせができました。それでそれが脇の下、ここが終わったら次この袖の下ですね、ここを縫い合わせていきます。もう要領は同じ形で、内外内外で縫い合わせて、このような形にしてください。この脇の下からやっていきたいと思います。もうこれは多分どっちからでもよろしいかと思います。どっからやっても結果同じになるんじゃないかと思います。まずはいつも通り、端っこに適当に糸をつけます。そして、端端といって、こういうふうにこうだいたい一目ずつぐらいの間隔で、内外内外でやはりこう縫っていきます。縫い合わせていって手首まで縫うと、こちらこんな感じになる、んで、こう、まあ、ここを最後まで縫って糸端処理をしてください。はい、でこう袖が2つとも縫い終わりました。今度は首の最終の首の部分ですね、首のネックの部分をつけていきたいんですが、ネックの部分も同じ編み方ですね、鎖編みをして中長編みの筋編みで何段か、もうお好きな段ね、首どれぐらいの、高さに、こうネックをどれぐらいの高さにしたいかをもう好きな感じでいいと思います。私の場合段数は20段で編んでいます。段数20段、私と同じようにされる方は20段で編んでください。でこの幅ですけれども、ここと同じ幅にしたいので、ここはもうね、こう両方もこんな形で作っておきます。もうここはね、ここ前身頃後ろ身頃で分けずに、このままもう一気に編んでおきます。こうね、後ろ前、ここからこう縫い合わせる形でこう編んでおきます。なのでここで20段取っている方、私は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 ここで20段取っているのの中長に対して、目を2つずつ入れていくわけですね。中長に対して目を2つずつ入れていくので、20目でした場合は、40目の前後ろで80目ということになります。ここの長さを変えた方はそれをに順次、長さを変えて、この首元の目数も変えてください。私の場合は20目でやっているので、これ80目になります。はい、でもう縫い合わせ方は全て同じ感じですね。縫い合わせ方は同じ感じで、このボタン付け位置をちょっと後ろの方に、後ろ肩の方にやっておいてください。そして、これの向きですね、これの向きはこのボタン付け位置、ボタン付け位置のある方が、こちらですね、編み始めか編み終わりが来るようにこんな形にしておいてください。これをこうしてしまうと変なことになってしまうので、ここ首こっちを全部開けたいのでね、なのでこのような形で、このボタン付け口をこちらにつけた方はこちら向け、 こっちの肩につけた方は、まあ、どっちにつけても、このボタン付け位置は好きな方につけてくださったらいいんですけれども、まあ、どっちにつけたとしても、このボタン付け口があるところに向かって開くように、首はつけていってください。で、真ん中のね40目のところに、まあ、一応印をしておくと、ここを数えずに、数えながらまあやっていったらいいと思うんですが、まあ、真ん中位置が分かるようにしていったら、縫う時に縫いやすいというだけで私はつけております。でもう縫い方はいつも一緒ですね、どちらから通していただいてもいいんですけれども、私はまあ端っこに、毎回言いますけれども、縫い方はご自由になさってください。この私はこの端っこからつけていきます。まあ内外内外で毎回同じ感じですね。まず最初の目のところに通して、こういう形でつけていきます。もう完全に全部、私はもう
内外内外というふうにやっていきますけれども、この押さえ方部分に関しては私もそんなに自信がないので、皆さんお好きなやり方でやっていただければいいと思います。私はこういう形で内外内外という形で一目ずつ編んでいますが、あ、縫っていますが、もうそれはお好きにやってください。で、このまあ中中が見える、自分でこう見えると思うんですけど、まあ、この中長1目に対してここ2目入れていくという風にしていけば端っこが綺麗になると思います。はい、で、首もこのように同じ要領で縫い合わせをしました。で、端っこね、ここ端っこですね、このこう中長編みをしたこの端ですね、ここの端のところは、いつもと同じ要領で細編みをね2つずつ入れていきます。ここ中長編んでいるところに、中長1つのところに2つ、細編みを2つずつ入れていきます。ここでね端っこをきれいにします。今ここ何もついてないとこちょっとビヨーンっていう感じなので、ここに細編みを端っこねつけていきます。で、糸を適当に、まあ、一番端っこのね端のところにつけて、で最初は鎖で立ち上げて細編みをしていきます。この中長に対して細編みを2つ入れていくというのは同じですね。中長に対して細編みを2つずつ入れていってください。もうこれは下まで同じようにやっていってください。ここずっとねこれを細編み2つずつ、中長に対して細編みを2つずつ入れていってください。はい、で、このここね、後ろ身頃のこのボタン付けのとこまで来た場合、来た時ですね、この首、今この襟を編んでいるんですけども、後ろ身頃の方のこの首のとこまで来たところでね、ボタン付けのところまで来たら、糸はもうここで切ってください。この手前、中長編み手前の2つのところで糸を、まあちょっと長めに取って切って、ここからはこのボタン付け部分のところに、縫い合わせます。ここのとこだけね。で、こことこのボタン付け部分のところに縫い合わせます。ここ4目あると思うんで、もうこう内外でまた縫い合わせてください。処理してください。はい、こんな感じで、首の元が出来上がりました。最後ね、ここのところにボタン付けをしていきます。ボタンの付け位置はね、好きに4つ付けるならこう、まあ、均等に4つ付けていただいたらいいし、私この幅ではまあ3つぐらいでいいかなと思いますので、ボタンは3つにしようかと思っています。ここの辺はお好きに付けてください。こっち側に付けますね。はい、ではボタン付けをしていきます。はい、もうこれ押さえ方になるので、まあ、皆さんの方が上手なのではないかと思いますので、説明不要だとは思うんですが、一応やっていきます。まあ、適当に内地でボタンをつけていきます。もう前身頃の方につけます、ボタンね。もうこのようにお好きな感じで、ボタン付けをしていってください。
ボタンがつけれました。でこのボタン通しをこちら側はもうこう中長編みにしてるんで、この中長編みに入るぐらいのボタンの大きさにしてくださいね。あんまり大きなボタンだと入らないと思うので、もしあの大きなボタンにしたい場合はこのここの部分だけを中長じゃなくて何か違う編み方にしていただければ、もう本当の大きなボタンをつけたい方はあのボタンホールを作るとかしていただきたいんですけども、もう私はもうそういうボタンホールとか作るのがめんどくさいので、中長編みがちょうど入るぐらいのボタンでつけています。はい、こんな形になります。で、これをね、まあこう首のところをこうまだちょっと糸処理してないんですが、首のところがこういう形になります。はい、まあ着るときはおそらくこの最後の部分は留めずに、一つ二つ留めずにこういうふうな形で着る方がね、首が楽でいいんじゃないかなと。私は大人用ではだいたいこう一個ぐらい外して、まあ全部外つけても着れるぐらいの首の広さにはとってあるんですが、まああのそれはお好きにっていう感じですね。こういう形で出来上がりです。これで、端糸処理をしていけば完成となります。はい、子供用のポンチョですね、このように仕上がりました。モデルになるね、子供がいませんので、めいっ子に、これめいっ子用なんですけど、まあ、めいっ子日本にいてちょっとしばらく会えないので、着画というものが取れませんが、このような形になります。まあ、手がねちょっともしかしたら長いかなと思って、長めに来年まで会えないので長めに作ったんですけど、まあ折り返しても問題ないかなと思ってちょっと長めに作りました。だから皆さんはこの手首のところとか着丈とか全部お子さんとかのね体に合わせて作ってあげてください。作られる方は、体に合わせて作ってあげてください。というわけで今回は、こちらのポンチョの作り方をやっていきました。参考になれば嬉しく思います。それでは皆様さようなら。